自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日はまた編み物のビデオをアップしたいと思います。ここにあります、もう編み上げておりますけれども、スヌードですね。このスヌードの編み方を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。で、これですが、初心者の方にとってもぴったりだなと思って紹介しているんですが、というのはなぜなら、中長編みだけで編む、だけと言いますか、中長編みを中心にして編んでおります。で、とっても簡単にできますし、何より中長編みの、ね、練習になりますから、ぜひ初心者の方は、挑戦してみてください。ね、使った毛糸とかそういうのも一緒に見ていきたいと思うんですけれども、このようにグラデーションのかかったとても綺麗な毛糸を使っています。スカーフィーというね、毛糸、ライオンブランドのヤーンズから出ているものですけれども、薄いグレーと薄いミントグリーンが混ざったとっても綺麗なグラデーションでして、パッと見ですね、このビデオではちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、このミントグリーンと、薄いグレーが混ざっております。 150g ありまして、で、285m ということですね。 78% アクリルでできていて、 22% ウールです。触った感じはとてもふわふわですね。だいたい5号から6号のものを使うということですけれども、私は今回6号、かぎ針を使って編んでおります。ちょっと長さとか測っていきたいですので、メジャーも用意していただいております。さあ、ではですね、早速始めていきたいんですけれども、いつもおすすめしているのは、この毛糸の中心からごそっと取り出していただいて、毛糸の一番先っぽを探してもらうというのが、いい方法だと思います。こうすると最後まで絡まらずに、毛糸が絡まることなく編み上げることができます。さあ、では作り目をしていくんですけれども、このように毛糸をまずね、針にかけていただいて、このように糸を後ろから引っ張ってきて、どんどんと作り目をしていきます。ちなみにこの編み方ですけれども、鎖編みという編み方ですね。で、だいたい120から130センチになるまで、この作り目、鎖編みをしていきます。で、もちろん皆さんのね、こうどのぐらいの長さにしたいかというのによって、120から130センチの間で調整していただければと思います。だいたい私は130センチまで、作り目をしてみました。で、ここからループにしていきますので、ねじれがないようにちょっと整えてくださいね。この上の V の字のライン、これが上に来るようにぐるーっと整えていただいて、で、ねじれがないことを確認できたら、一番最初の目ですね、ここにプスッと針を差し込みまして、で、糸を取ってきて、よいしょ、引き抜きます。で、そうすると輪っかになりましたね。つながりました。で、次の段階に入ります。2つ鎖編みをしてもらって、1回針にかけていただいたら、目に差し込んで、この2つ、3つかかっている糸を一気に引き抜きます。これを中長編みと言います。針に糸を引っ掛けてから3つかかった糸を一気に引き抜く、これが中長編みです。これを1つの目に1つずつ編んでいきましょう。さあ、ぐるっと一段これを編めたら、一番最初に2つの鎖編み、ここに輪っかがありますから、そこに目を取って引き抜き編みをして止めましょう。こんな感じですね。ではまた次、立ち上がりに2つ鎖編みを編んでいただいて、次目を取るところは、この柱と柱の間です。この大きな穴ですね、ここに目を取って中長編み、これだけが1段目とは違うところですが、あとは同じです。
で、これをまた一周ぐるっと編んでみてください。で、ちょっとポイントですけれども、ギュッギュッギュッと糸を引っ張りながら編んでしまうと、かなり詰まった印象のちょっとごっつい、編み上がりになってしまいますから、できるだけゆるーくゆるーく糸をね、取っていくことをおすすめします。で、もちろんこれは経験でできていくことなんですけれども、できるだけこの糸のですね、強さ加減、引っ張り加減とか、あとはこの編み目の大きさとか、そういうのを均一に揃えることで、綺麗に編み上がります。ではこれを、毛糸一つね、使うまで編んでいくんですけれども、まず2段目ここで終わりましたね。2段目の最後も同じように、立ち上がりの2つの鎖編みの輪っかのところに目を取って引き抜き編みで閉じます。で、また立ち上がりに2つ鎖編みを編んで、この柱と柱の間に目を取って中長編みを編んでいきます。で、ここからはですね、もう先ほども言いましたけれども、編み方は特に変わらず、毛糸を1つ編み切るまで編んでいきます。とても綺麗ですね。このグラデーションがちょっと白っぽくなったかなと思うと、ミントグリーンが出てきてというふうに、で、いきなり急にバッと色が変わるんではなくて、やっぱりグラデーションで変わっているので、優しい印象にはなります。途中でちょっと白っぽい、シルバーっぽい色もね、出てきてはいるんですけれども、で、あと一周編み上げるにはちょっと足りないかなぐらいの毛糸なので、ここでちょっとやめておいて、ここからちょっと補強していきます。縁ですね、今ちょうど1段終わったところなんですけれども、一番最後の一周はこの V の字のところに目を取って引き抜き編みをしていきます。差し込んで、そのまま糸を引っ張ってくると。で、そうすることで1段目のこの作り目をしたところと模様が合うことになりますし、この縁が補強されます。これもぐるっと一周編んでしまいましょう。ここちょうど始まりのところまで今戻ってきたんですが、そしたら糸を切ってしまってスーッと引き抜きます。で、最後の処理をちょっと今から説明しますが、今出ている毛糸の目のその次の目ですね、そこに針を差し込んで糸を誘導します。そしたら今出てきた糸のところ、ここの目にもう一度戻します。よいしょ。で、そしたらですね、見てもらうと、この目の模様が今揃ったのがわかるでしょうか。こうですね、どこが始まりで終わりかわからなくなりますよね。この処理をしてあげると最後きれいに収まります。ここちょうどこの始まりの段の始まりのところが少し目で確認できますけれども、で、あと残った最初の糸と最後の糸、これはスヌードの中に適当に目を取って始末してしまってください。で、そうするとだいたい120センチありますから、ぐるっと2周できるぐらいの、スヌードに仕上がったと思います。さあ、皆さんいかがでしたでしょうか。中長編みだけを、まあだけではないですけれどもね、主に、中長編みを使ったスヌードの編み方、気に入っていただけたらいいねを押してもらえると嬉しいです。そして、チャンネル登録をしていただけるといつでも新しいビデオが見られます。次のビデオで会いましょう。